じゃあ早速始めていきますね。はい、よろしくお願いします。はい、結構このくらいのピンクが似合いますね。すごい、これ好きな色選べるんですね。好きな色を選んでもらうというよりは似合うやつですけどね。私このピンクがいいな。でも、もう少し濃いピンクの方が。どうしても濃いピンクじゃなきゃダメですか？はい、こちらに委ねてくれるならぜひ。どうしても？そうですか、諦めます。ブルベ夏が良かったですか？ブ？はい。ブルベ夏、この薄いピンクだったらブルベ夏ですかね。こちらですね。夏は嫌いです。暑いし虫多いんで。じゃあ冬は？寒いじゃないですか。季節だったら春か秋が好きです。最近前髪が伸びてきて、はい、目にかからないくらいの長さがいいなって思うんです。おお、いいですね。似合うと思いますよ。後ろは短いのがいいです。そうですね。あ、まだしっかり診断してないんではっきりとは分からないんですけど、見た感じお顔はカジュアル系なんで、はい、短いのも似合うと思います。よかった。こういうのとかどうですかね？おお、可愛いですね。いいと思いますよ。ありがとうございます。よし、診断終わりました。ブルベ、夏寄りの冬ですね。はい。似合うコスメのカラーとかはこの辺で。なるほど、買って帰ります。はい、今日は以上で。終わり？はい。歯医者ですか？まとめてはやってくれないんですか？来週も来なきゃダメですか？はい、いえいえ、一回診断してしまえばもう大丈夫ですよ。え、髪は？髪？私これにしたいんですけど。はい、似合うと思いますよ。え？え？お世辞の似合いが聞きたいんじゃなくて。いやいや、お世辞じゃないですよ。本当いいんです。でもすいません。美容院じゃないんですか？美容院じゃないですよ。その布は髪切る時のマント選べるってことじゃないんですか？ごめんなさい、そういうコンセプトの美容院じゃないです。私今日髪切れないんですか？そうですね、美容院じゃないんで。私今日好きな人と会うんです。2週間ぶりに会う約束してて。いや、今のままでもね、十分。可愛くなって会いたかったな。いや、ね、十分。本当に私今日髪切れないんですよね。なんか申し訳ないんで、前髪くらいなら切ってもいいですよ。
プロじゃないですけど。プロじゃないならいいです。すいません。え、じゃあ今日肩に布乗せただけですか？無駄に明るくてここ何するとこなんですか？ここはパーソナルカラーを診断するところです。パーソナルカラー？はい、ブルベ夏とかイエベ秋とかあるじゃないですか。え、あれって4種類しかないですよね。まあ、はい。肌の色を4種類に分類する仕事をしようと思ったんですか？まあ、はい、そうですね。組み分け防止みたいなことですか？ね、4つに、うん、グリフィンドールとかハッフルパフとか。あ、いや、正確にはもうちょっと細かく調べられるんですけどね。16種類。よかったら調べてみますか？追加料金かかっちゃうんですけど。やるように見えますか？何でしたっけ私。ブルベ、夏寄りの冬です。それって夏なんですか？夏寄りの冬です。冬なんですか？そうです、夏寄りの。だから結局それはどっちなんですか？どっちでもないです。夏寄りの冬なんで。冬寄りの夏寄りは冬寄りです。でも夏寄りは冬寄りなんで冬ではないです。早口言葉ですか？すいません、説明下手で。夏と冬の間にどっちでもない季節が挟まってるってことですか？まあ、はい、そんな感じです。それって秋じゃないんですか？秋ではないですね、夏寄りの冬なんで。もういいですそれ。すいません、ちょっとこれ撮っていいですか？世の中にもうこれ以上分類を作らないでもらえますか？いや、でも僕が作ったわけじゃないんで。いくらですか？骨格診断は大丈夫でしたか？骨格に至っては3タイプですよね。ここにも手出してるんですか？すいません。痩せたら来ます。痩せても骨格は変わらないんですけどね。あ、じゃあ14,000円になります。これだけで？はい、そうですね。今回はちょっと勘違いさせちゃったみたいなんで、お代は結構です。ありがとうございます。世の中にはいろんな仕事があるんですね。すいません、なんか転職しようかな、楽して稼ぎたい。よかったらうち人で足りてないんで。それは絶対に大丈夫です。